韓国俳優ソンフンが、SNS のライブ放送中に熟睡しこれを約3000人近くにリアルタイムで放送した。幸いなことにマネージャーと推定される知人が明け方に放送を終了させ、特別な事故は起こらなかった。俳優ソンフンは27日未明、自身のインスタグラムのライブ機能を利用して、世界中のファンたちと交流した。この日ソンフンは酒に酔って放送をしたと、いつものようにライブ放送をしている途中で熟睡し、そのライブを見ていた約3000人のファンがその様子をリアルタイムで見守った。これにより、ソンフンの知人はソンフンを起こすために電話をかけたが、すでにソンフンが熟睡してしまっていた。愛犬のヤンヒが横で吠えても起きなかった。そうするうちに朝の5時20分、30分の間にソンフンの家にマネージャーと推定される知人が家に入って、SNS ライブ放送を急いで終了した。放送が終了した時は、最高視聴者数が3800人を超えていた。リアルタイムでのライブ放送を見守ったファンたちは、なんだかハラハラする。放送をオフにして寝てほしい。着信音のようなものがずっと聞こえる。誰か家に行って起こしてください。ソンフンを兄さん早く起きて、ヤンヒが吠えてるよ。家の天井がまみえるし、いびきを3000人が見てるわら。それでも大したことなく放送が終わって幸いだなどの反応を示した。先立ってソンフンは、MBC バラエティ私は一人で暮らすでも、簡単に眠ることができない不眠症を吐露しつつ、SNS ライブ放送をする姿を公開した。一方、ソンフンは3月に公開された映画愛していますかで主人公スンジェを熱演し、私は一人で暮らすにレギュラーメンバーとして出演している。